2018年1月1日月曜日6時になりましたおはようございます寺島直政です 今朝のコメンテーターは経済評論家常ョ司さんです。常ョさん明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。今年もよろしくお願いします。一月一日ですね。そうですよ。いや年内ね、まあ去年の年内最後の放送が十二月二十五日クリスマスだったわけですよ。ね世間はクリスマス、私たちは朝から仕事。ね今年最初の放送が一月一日？はい。なめてんだろう。いやなめてない。最いいでしょ。もう切りのいいスタートですよ。だって。 いきなりもうだって今年の初めから仕事ですよ正月はねまあ例えば大晦日はね実家で例えばまああれですよ紅白見るとか格闘技見るとかねまあぬくぬくとねまあ休む日じゃないですかまあね今年1年も終わるねなんてねそれをもう正月早々このパワハラ奴隷ロードですいよいいスタートをでしょこれはあの徴用工問題ですよフェイク映画作りますよこれでういう浜松町っていうフェイク映画作りますよこれこんなナイスなスタートないですよ いやもうこれは、何なんですか、もうもう今年1年、モチベーションをどう保てばいいもう2018年、勝ったも同然ですよ、いやいやいや、2018年のモチベーションの8割を1月1日に使い切るみたいなね、ええ、残り12か月20、20%で過ごさなきゃいけないみたいな、薄め割薄るぞ12割2ですから、ね、ごめんなさい、ええ、20割2で12ですから、はい、1か月あたり1%、2%, <laughs> 1> 2ないですよ、1.5%ぐらいで過ごさなきゃいけないですこれ。 ないすかもうだってスタートダッシュがいいからいやいやスタートダッシュでエネルギー切れみたいな風に乗ればいいんですけどいやいや風どこ吹いてんですか風ジェット気流ですよもうかっこつらいんでかっこジェット気流吹っ飛ばされてどっか行っちゃう感じでねいいややもう本当新年早々常念さん2018年いい年になるでしょいやーどうなんでしょうねまああのさい先の悪いスタートを切ってるんでね今ねこの朝の6時の時点でねいやいやいやこれはかなりちょっとあのねあのやいやいやのやのやいやいやのやいやいやい 例えばコンビニで働く方もいるし、24時間営業のところだとかね、それこそいつも通りにお仕事してる方も結構いま正月早々ね、これ、働いてる皆さんはね、ああの正月なんで、お手当とかもいっぱい出てると思うんですけど、頑張ってくださいね、われわれはね、何にもそういう上乗せがない中で、今ね、これをやらされてるわけです年始手当は強制連行されてやらされてますみたいな、私はフェイクニュースを伝ええそうですよ、私が今、20万人強制連行されました、っこ防う 方夢だと思ってください、ね、それはね今、朝日新聞が訂正したんで、う嘘だと思います、た、ね、すか。朝日新聞が訂正しました、えー、うで,すかでも、この2018年というのは、どういう年にしたいんですか2018年ですか、えーまあ、とりあえず生きていればそれでいいか。えーえー <laughs> まずはねまずは生き残ることですよでも去年はいい年だったでしょ去年もなんとか生き残りましたねもう本当にねもう商売やってるんでヒヤヒヤですよもうジムを出しましたけどお客さん来てくれるかなとかね思いながら結果的にはまあなんとかねなんとかですよまあそれでもお客さん来ないとねもう家賃が結構いいとこ出してるんでね持ち出しになっちゃうしねこれがね事業家のつらいとこですよねサラリーマンをほら事業失敗してもとりあえず給料もらえるでしょ我々ねね失敗すると往復 インタですからね。<laughs> <laughs> そうか。そうですよ。ね、もう一昨年なんてね、あれですよ、あの、ブレグジット。はい。見事に読み間違えましてね。そうか、イギリス。イギリス。FX で一晩で300万燃えてしまうというですね。そうだったんですか。大事故を起こしまして。はい。で、去年はね、まあ、結局 FX 足洗いましたよ。なぜか。もうね、エネルギーの7割取られちゃうんですね、気になっちゃって。気になっちゃって、気になっちゃって。もう、仕事が手につかなくなるんで、去年 FX はもうやめました。FX やめますか、人間やめますか、みたいな感じでね、来たんですけどね。そろそろちょっと文化放送もね、やめる時期に来て。 さんい,や <laughs> いやもうこんなね、1月1日からこんな、なんですかいやいや、健康そのものだ。 本当にラジオ機の方に夢と希望をプレゼントしてますね、本当に今日働いてる人、みんなやってらんねえなとか思いながらやってると思うんですけど、私もその一人なんでね、ぜひ皆さん、やってらんねえなという気持ちをね、怒りをね、やる気に変えて、今年年も頑張っきょう燃え尽きるということで、8割燃え尽きてもらって、残りはもう、ちょっとだし汁を継ぎ足しながら、薄めて薄めて、だし汁をちょっと継ぎ足しながら、大丈夫、だしだったら OK。

今日もね、お正月なんでね、ほとんど電車動いてないと思いや、動いてますよ、それなりに動いてます、だから休日運転でしょ、今日はね、今日はもうね、この文化放送でね、増上寺の遅延証明を配りたいや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 、近いですけど、増上寺はそういうことはやらないと思います増上寺に怒られますから、だからもうね、初詣の方、多いいと思ます増上寺の方のクレームは文化放送までお願いてきませ私の方では受けてませんので、これ、すべて文化放送の命令で言っています、言わされています、今、私は。行き当たたりりばっっで喋てます <laughs> 2018年もね、はい、こうやって賑やかに。賑やかに。お届けしてまいりたいいま、はいはい。エネルギー消耗気味でいきたいと思います。はい。警告灯をつけながらね、ええ、今年も走り切ろうかなと思ってるんで。はい。燃料警告灯をつけっぱなしでいきたいと思います。ぜひともこの2018年もですね、はい。えー、さんよろしくお願いします。いたします。いいますはい。さあ、それではですね、おはよう寺ちゃん活動中、今朝も7時までお届けしてまいります。 1>, 1月1日月曜日、今朝のコメンテーターは常年つかささんです。常年さん、改めて今年もどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい。えー、常年さんに話を聞くこのコーナー行きましょう。ニュース目玉焼き。それでは今年初めのニュース目玉焼きテーマはこちらです。2018年株価予測を分析。 え、年末の週刊誌などに掲載された経済学者並びにエコノミストなどによります株価の値動きの予測。まあ、これに関してですね、去年、おととしと常年さんに分析をしていただいたんですね。<laughs> この、はい、常年さんに分析をしていただいたところ、過去2年大好評。はい、あ、本当ですか、えー、ありがとうございます。ですからもうぜひ今年もと。はい、えー、週刊誌などに掲載されたこの経済学者、エコノミストの予測。これを紹介して、常年さんにその予測を分析してもらうという。なるほど。えー。ありがとうございます。はい。はいえー 人気コーナーナと,いうことでそうです。今年,もです年に一回しかありませんからね。そうですよ。はい、特にですね、紫がキーワードの女性エコノミスト。はい、ええこの方の、はい、発言に関して後半という。後半す。魔界からのメ,メッセージ。 魔界からのメッセージは、後半、ね。いや、魔界ないとは思うんですけども、はい。エクソシストということで、ね、い,やいや、違いますエクソシストは後半行きますので。いきます、ご期待ください。え,え,え、お楽しみに。はい。では、まずですね、週刊現代の記事からです。見出しには、日経平均3万円超えは、6月と書かれていますね。予想したのが、上場投資信託に特化した運用会社、ウィズダムツリージャパンの CEO、イエスパー・コールさんいはい。日本語上手な方ですね。ああ、はい。はい、で、日経平均の3万円超えの今 日本株を買っていたのは海外のヘッジファンドなどの短期筋だったと。で、日銀がジャブジャブと紙幣をするので株価は上がると見て投資をしていた。まあ、それが今は年金ファンドなどの長期投資家へと様変わり。 えしたと。で、しかもですね、彼らは日銀の政策に投資しているのではない。日本企業が本格的に業績を伸ばしていくと期待して、中長期的な視点から日本株を買っているということなんですね。なるほど。で、これからは世界中の国家ファンドや年金ファンドがさらに日本株への買いを加速させるので、日本株は安定して株高を維持できる環境が整う。はい、まこういうふうに示しまして、はい、その上で、イエスパーコールさんはですね、はい私は 2018年の6月には、日経平均株価は3万円に到達すると、そういうふうに指摘をしております。え、今年の6月、日経平均株価は3万円。ジョナさん、この予測いかがでしょういや、あのね、日銀の政策でね、企業の業績が良くなって、で、それが長期的に安定して良くなりそうだから、まあ、いろんなこう、ヘッジファンドとかですね、国家ファンド、そういうのが日本株の、まあ、割合を増やしていくというところは結構なんですけど、それが3万円とどう繋がっているかが全く説明されい。 てないので、えーえー、なんで三万円なのと。はい。で、そういう人がたちがたくさん買うけど、でも裏でたくさん売る人もいたりすると、あんまり変わらなかったりもしますしね。えー。えー、それから、あの、やっぱりね、あの、イエスパーコールさんはね、ちょっと金融政策を軽視しすぎですよね。うん。やっぱり、あの、今の、その金融緩和が。 え、目標達成までね、しっかり続くと。はい、まあできればその、まあ、加速していくみたいな感じだとね、<ー>株価はま、上がりやすいと思うんですけれども、えー、ま、まかり間違ってですよ。まあ、この後ニュースでも取り上げますけどね。はい。まかり間違って安倍政権が終わっちゃったりとか。はい。か変なやつが総理大臣になっちゃう。 変なつってね、例えばね、あの、石橋茂とか、他にもね、あとね、石橋茂とかね、あと石橋茂とか。石橋さんしか言いませんよ。名前言い石橋茂みたいな、ね、そういうなんかちょっと経済政策もトンチンンな人が、そういうジになっちゃったりすると、このイエスパーさんが言ってる前提ですよね。日銀の政策っていうものにこう、揺らぎが生じる可能性があると。そうなるとね、あの、そう簡単には3万円超えとはならないと思いますね。え、今3万で常年さんにお話をいただいたんですが、ちょっと次がね、紹介しづらくなああ、そうですか。 続いていきますね。2018年、日経平均4万円の通過点に過ぎないという予測す4万円の通過点ですかあ、そう。4万円いくと言ってないですかあ、そうか。通過点ですかそうか。4万円の通過点に過ぎないというね。この予測をしたのはこの番組にもゲストでお越しいただきました。武者リサーチ代表の武者良二さんです。神の声ですね。武者さん天から今聞こえてきました。こう指摘してますからね。現在の日本株は日経平均がバブル期の最高値38,915円 からバブル後のですね再安値7054円まで下落した分のやっと半値を戻したに過ぎない。うん、これからはそのバブル期の史上最高値を更新するシナリオに入っていくことになるんだ。うん その上で、ムシャさんはですね、株価はここから3万円、そして4万円へと上っていくという長期上昇トレンドに突入した、と分析をしております。ムシャさんのシナリオ通りですね、3万円をかえて3万5千円、4万円へと進んでいくのかどうかなんですが、ジョネさんいかがでしょうすごいですね。すごいですね。ほほほえんでらっしゃいますね。ほほさんのレポートはですね私は読んでますでね。 いや、もう納得することしか書いてないですよ。はあ、もう本当に長期的にはそうだなと思うんですけど、<laughs> <laughs> この出るタイミングが毎回問題なんですよ。<laughs> はあはあ、タイミングがね、ええ、こういうこと言った瞬間にちょっと株価でいつもね、波乱が起きてしまうので、ええ、まあどうなのかなと。でね、この半値戻しは全値戻しっていうのはね、相場格言なんですよ。大暴落して、ええ、半値戻すとね、大体ね、全値戻しすると言われてるんですけど、ええ、まあただその、 あの、なんて言うんですかそれはまあ、あくまでも相場格言であって、えー、保証された法則では。 ないですからね。で、どっからどこまでの半値戻しと見るかっていうのは、これはほら、あの、超能力のね、あの、判定と同じで、あの、3回連続で、あの、サイコロで6を出しましたっていう人がいるとするじゃないですか。でもその人が1万回サイコロ投げてたとして、たまたま3回出た時のやつを取ってる可能性もあるじゃん。だからこの何値戻しは何値戻しって結構ね、危ういんですよ。そういう意味では。あんまりその半根戻しを根拠するのもいかがなものかと思いますね。それからその、ま、いくらってなかなか難しいですよね。 日経経験いくらって難しいです。あと、まあ一応海外環境もありますからね。海外の影響、短期的にはそういうの影響もあるので、なかなかちょっとその辺はね、いくらって難しいと思うんですよね。少なくとも私はですね、まあこれ最後も私も詳しくは言いますけど、私は安倍政権が東京オリンピック終わるまでは続きそうなので、その間は大丈夫かなと思います。大丈夫かなっていうのは大丈夫っていうことで、そんなには下がんねえだろうなぐらいの、ぐらいのかなり慎重な見方をしてますね。そうですか。はい。続いてはですね、週刊ポストの記事です。 見出しには、株価4万円か1万円割れ大暴落かと書かれています。<laughs> 間はねえのか、週刊 <laughs> ポストー。ええ、間はねえのか、えー。左右かなり触れてますね。はい、えー、記事ではさらに、東京オリンピックなど景気上昇要因が控える中では、株価4万円という道筋も見えてくる。これ <laughs> 適当に書いたんじゃないですか、これ。<laughs> 待ってください。大丈夫なんですか、これ、えー。週刊ポスト、はい。記事読みますと、今年の日本経済には2回大きな分かれ道が待ち受けている。うん、え、一つは4月の日銀総裁人事、うん、もう一つは 6月にまとめられる、経済財政に関する基本方針、骨太の方針、だというふうに出てるんですね。まともまとも。ね。だから4月と6月、ここに2回、大きな分かれ道があると。これ踏まえた上で、今年の予測しているのが、マーケットバンク代表の岡山健二さんという人なんですね。日銀総裁人事で黒田路線が続き、骨太の方針で成長戦略に乗れば、株価3万円を目指す展開になるとコメントしてるんですね。まあ、これはその通りです。 私もそう思います。要はだから、金融政策と財政政策が、拡張的に運用されるなら、株価上がるでしょう。ただし、いくらになるかはわかんないよ、というだけの話です。この、えっと、岡山さんは3万円を目指す展開になるそうですね。日銀総裁人事で黒田路線が続き、なおかつ、まあ、骨太の方針で、要は財政政策ですよね。財政政策で、まあ、成長戦略、ね、これがまあ、加速されればという、2つの条件をクリアしたらということで、足られば2回なので、果たして価値があるかとああ、そうか。 はい。えー、さあ、そして一方で、週刊ポストですね。まあ、先ほどは、だから、株価3万円を目指す方向に行くんじゃないかという、え話でしたが。はいはい、え一方ではですね、株価1万円割の可能性というのを指摘してまして、これはどういうことかというと、黒田路線が転換されて、成長戦略も期待外れに終わると、外国人投資家たちはオリンピック前の景気がいいうちに売っちゃえと、はい、え失望売りが連鎖して株価1万円割れのデフレ時代に逆戻り、この可能性があると締めくくってるんですね。はいはい これはね、あの、去年の10月の選挙で、あの、安倍政権がですね、もしその選挙に敗れていたら、このシナリオはあり得た。あり得たんですで、私はあの時これを経過したんです。で、最悪それが起こったら日本経済1年で終わりだなって思って、身構えてたんですけど、あの選挙で勝ったので、さすがにこれはないと思います。ただ問題はね、黒田路線が転換されてすげえ問題ですね。これはもう転換されたらアウトです。でまあ、これを転換される、転換される可能性はまあ、短期的にはないだろうと思います。で、その成長戦略も期待はず すれに終わればってところは、ここはちょっと引っかかるところで成長戦略が期待外れとかじゃないんですよ。財政政策が、そのね、まあ、ボリュームとして十分な量が出なければ。で、あの、今年、今、今年度というか、来年度か、来年度予算案出ましたけど、正直しょぼいんです。九十七兆円でね、それでなんかもう、送り出年間、借金がけいせいいとか言って、NHK とか、フェイクニュース流してましたけど。違うんですよ、もう百二十兆ぐらいの予算組んで、良かったんですよ、本当は。で、それ大盤振る舞いできなかったので、まあ、その後補正で大盤振る舞いすると思うんですけどね。 でも結局、あの、今年度の補正もしょぼかったので、まあそういうことだと、ちょっとブレーキがかかる可能性はあります。はい。まあただ、黒田路線が続いてれば、1万円割れっていうのはないと思いまですね。はい。さあ、お待たせいたしました。ここからがエコノミストの浜のりこさんのお話ですね。はい。浜さんのですね、いや違いますよ。え、え、え、2009年から毎年エコノミストの高橋常泉さんとの協調で、経済予測本というのを出していたんですね。はい。え、ただ、2017年はこれ、 そうなんです。発売されなかった年はね、2007年のリーマンショックの時だったんで、非常に恐ろ、恐れられてたんですよ、これね。で、この、あの、毎年恒例の経済予測本が出ていないことが、常年さんはじめですね、一部の方を不安にさせていたんですが、さそれではですね、2018年の経済予測本が発売されるのかというと、まだこのリリースの情報は出てませんね。そなですか。その代わりといっては何なんですが、浜さんですね、去年の大晦日に新書出してます。タイトルは、 これでも安倍と親中しますか国民の9割を不幸にする安倍政治の落第通信部。おっしゃーよっしゃじゃないですよ。お <laughs> っしゃきた <laughs> いやいや。で、えー、これどうですか、常連さん。一応ね、経済予測本と捉えていいんですか一応その逆進ウォッチャーの私から、あの、はい、これカウントできるかどうかって問題ですよね。そうです。去年ね、佐高誠さんと、アベノミクスディスルイ本を出してるんですよ。はい、で、これがその高橋常泉さんとの本との代わりになるかどうかっていうことで、はい、この一応まあ、あの逆進ウォッチャーの間で議論があったんですね。えー <laughs> これを認定していいのかな。はい で、結果的には、これ認定して良かったっていうことですよね。ね。で、私はこれ、カウントできるんじゃないかなとか思ってたんですけど、足立さん、足立誠司さんね。この番組のおなじみ。足立さんだっらかなり慎重で、いや、これはちょっとカウントできないと。やっぱり高橋常泉と一緒に、東洋経済で、もう世界経済、もう30回全滅みたいな、そういうタイトルの本、おどろおどろしいタイトルの本出さないとこれ、条件当てはまんないんじゃないかって言ってたんですけど、だいぶちょっとなんか、あの、ね、天井界でも条件が甘くなったみたいで、佐々さなさんとのその、アホのミックスなんとかみたいなやつで、あれ でまあ一応。 去年の日本経済救われてるわけですよ。はい。で、今回ソロですよね。はい。ソロ。そうですね、ソロです。ソロアルバム。ソロアルバムなんですけど、まあ、あの、去年の緩み方からすると、これはカウントしてもいいんじゃないかなと、私は思うので、まあ、一応その背後には日銀人事がね、まあ、とりあえず大丈夫だっていうこともあるんですけど、当然ね、具体的には言っとくと、まあ、これ、あの、ソロアルバムですけど、私の中では、え逆進ウォッチャー常年の中では、これはカウントです。カウントですね。逆進ウォッチャーの中でいろんな議論があるので、まあ、この中また、あの、評議会を開いてですね、 そういうのがあるんですね。い,いろんな、まあえー、あ反対意見も当然あると思うんですが、私はこれは今年はカウントしたいなと。はい、まあ去年の佐高さんとの本がね。 あのね、ま、あ新しいペアですよね。高橋常世がずっとやってきたのを、ね、もうピンクレディのミーとケイがね、ミーちゃんを変えちゃったみたいな。わかりやすい。ね、そんな感じですよね。で、今度はソロですよ。ソロデビューなんですけど、いけるんじゃないかなと。ジャスティン・ビーバーみたいな感じで行くんじゃないかブレイクしちゃうんじゃないかそんなブレイクします行くんじゃない。で、ま、おしまいに常年さん、この今年です、2018年の日本経済って、これどうなるとそうですね、正直ね、わかりません。 <laughs> いや、まあ、ぶっちゃけで言うと、<laughs> えええー、金融政策はおそらく大丈夫そうです。問題は財政政策ですよ。ええ で、えー、2019年に消費税増税がね、うん、来年ですよ。はい、予定されてるので、まあ、これがやるやる言うてると、多分年末ね、悪い形でプレッシャーかかってきちゃうと思うんですよね。うん、ええー。だそこを、だから、まあ、政治の世界ですけど、はい、まあ、どうやってこの増税を凍結、ね、はい、していくかと。えーえー、いうことが、まあ、あの、年の後半、まあ、下手すると来年まで引っ張っちゃうのかな。<ー>うん。これがなんとかならない限りは、その、いくら日銀がアクセルを吹、ま、かしてもですね、まあ、ある一定のところで天井を迎えてしまいそうな、はい、そんな気がしないでも。えー ないんですよねはい、はい、そんな感じでございますはい以上「ニュース目玉焼き」でしたおはようてらちゃん活動中今朝のコメンテーターは経済評論家常念司さんですこの時間常念さんにお話しいただくテーマこちら自民党総裁選の行方 え、政治に関する今年2018年の大きなイベントと言いますと、9月に行われる自民党の総裁選です。安倍総理、この総裁選で参戦されますと、任期は2021年9月まで伸びます。まあ、その一方で、参戦断念して、え、総裁選に出馬しない可能性があるという見方もないことはないんですね。まあ、ただこれは、例えば、体調だとかスキャンダルだとか政策のミス、ま、これが立て続けに起きた場合で、え、総裁選に出馬しない可能 可能性、これどうなのかということなんですが、この体調スキャンダル政策ミスがポンポンポンと来るっていうのは、まあそうそうないんでしょうからないでしょうからね。ゆっと考えてもいいんですかでう、ね、そうですね。えー、まああるとすると、またマスコミによるフェイクニュースですかね。はい、まあ、加計学園、それからあの、森友学園。これ、えー、加計学園に至ってはね、あんなもん営業妨害ですよ。はい、多分ね、名誉毀損とかで訴えられると思いますよ。<ー>特に池上明さん注意した方がいいですね。十二<ー>12月12日の TBS の番組で巨大フェイクニュースぶっ込んでしまいましたんで、<ー>加計学園に関してはもう完全な営業妨害になってますから、<ー>あれは多分 多分きちんと謝罪しないと、あの、まずいと思います。ああすはい。ではい。で、あの、BPO はね、うん、あの、ニュース女子について、なんか偉そうな、えー、重大な放送倫理違反、なんだかんでやってましたけど、同じ基準で、あそこで、まあ、えー、提示された同じ基準で池上さんの番組を判断するなら、はい、100%、これ、はい、重大な、えー、倫理放送倫理違反だと、いうふうに思うんで、えーえー、これちゃんと平等にこれ審議しなかったら、はい、BPO も問われますよね。うんえー、はい。てなことが、はい、もうほとんどその放送倫理違反みたいなことを、全局でやりまくって、盛りかけ盛りかけ盛りかけやって、 で、まあ、それであの程度ですから。うん、だから多分あの、まあ、そういう政策ミス、スキャンダル、ええ、体調不良、はい、まないので、ええ、まあ、難しいでしょうね。安倍さん引きずり下ろすのはね。ええ、はい。はい、今のところ、ポスト安倍の候補として名前が挙がっているのが、岸田文雄政調会長、あと、石破茂元幹事長。えー、岸田さんはですね、去年8月の内閣改造と党の役員人事で、自らが求めて党三役の政調会長に着きました。えー、内閣の外に出たということなんですね。うん、で、今年、ポスト安倍 に向けてて本格指導すすすすするるるとも見られています、はい、え岸田政調会長9月のの総裁選出出馬かかかどうででねねん、えー、ただ、岸田さん、私は期待をしていた部分もあったんですが、えー、やっぱりこの人はなんか政治家というよりも、もう役人みたいになっちゃってますね。えー、言ってることも役人と変わんないし、それから経済政策に至ってはもう財務省の、えー、原稿そのまま読んでるみたいな感じですよ。うんはい、だからまあ、あの、何かやりたいことがあるのか、 よくわからないです。はい。はい。ただ、小渕さんみたいに、えー、もう冷めたピザと言われてなったら、なったらすごい変わった人もいるので、はい、まあ一概には言えないですけど、うん、現時点では岸田さんはちょっと、ポスト安倍としてはどうなのと、うん。もう一人のポスト安倍候補が石破茂元幹事長です。え、誰ですかえ,え、石破茂元幹事長です。え、石破氏はですねえ、去年12月21日に行われた派閥の納会で、来年は責任を果たす年にしたいなどと話して、自民党総裁選へ の出馬に改めて意欲を示しました。まあ、党内では求心力がないと言われている。石破さんが出馬したとしても、総裁に選ばれるのは難しいのか。ただえー、党員から人気が以前前回はありましたよね。まあ、ただね。芝茂さんっていうのは、はい、その演技が上手なんで<ー>ね。あの、ええ、国民のためを思ってるかのようにね。すぐ無機になってこう言うでしょ。<ー>あれ、は本当上手だと思うんですけど、ええ、残念ながら言ってることは矛盾しまくってて<ー>で特にね。この人、ええ、地方切り捨てなんですよ。 はい。あの、地方創生担当大臣やってたくせに、地方を切り捨てるようなことをバンバン言ってます。その最たるもんがね、増税しろって言ってるんですよ。増税っていうのは地方切り捨てですよ。これは証拠があります。2013年の消費を100とした場合、2016年の消費がね、100まで戻ってないんです。全体平均でね、だいたい97なんですけど、ただね、これ問題でね、その97ってあくまでも全国平均で、人口5万人以下の都市に至ってはね、93までしか戻ってないんです。 明らかに消費税増税の悪影響を受けるのは、地方の、えー方ね、しかも人口の少ない町なんですよ。うんはい、消費税増税は地方を殺しますから。はい、だから、あの、地方創生とかね、真剣に考えてるんだったら、やっぱり柴さんはね、ちょっとどうなのって思いますけどね。そうした中ですね、自民党の小泉進次郎筆頭副幹事長が、総裁選に向けて動き出すのではないかという見方もあるんですね。進、えー、次郎氏は去年10月の衆議院選挙で自民党が大勝したにもかかわらず、議席の数ほど 自民党の信頼は回復していないと言いまして、えー、幼児教育無償化の財源問題では、党内でえ議論もしていない、このままだったら自民党は必要ないと、自民党批判もしていると、えー、小泉進次郎氏は石破氏に近いとされているんですけれども、進、まあ、次郎氏のこの出馬の可能性ですが、総裁選、どうなんでしょうね。はい、全くわからないですね。全くくわからななないいですすけどとととりあえず小泉次郎さんはは農協改革の時ごやっっててれるだろうなと思って 結局抵抗勢力阻まれて何もできずその後ね、え、子供増税とか言い出しましたよね。え、まあ、自称子供保険ですけど、あんな筋悪なプランを言い出して、財務省の言いなりみたいになっていると。で、こんないい政治家をね、もう財務省の使いっぱで、すりつぶしていいのかって、思いますよ。そうするとね、今上がった、そのポスト安倍の候補って、岸田、石場、小泉。 全部財務省ですよね。そうすると、もう、ポスト安倍っていうのは、全部禁縮なんで、禁縮短命の法則ですよね。大体1年で終わっちゃう可能性ありますね。小泉慎次郎さんがいくら人気あっても、禁縮政策やれば、政権は多分1年ちょっとしか持たないです。だって、第1次安倍内閣から、福田麻生、その後、鳩山菅、野田と。大体1年ぐらいでしょ続いて。そうでしたね。でしょこれは、一貫して禁縮政策だったんです。 あの、安倍さんの時はね、あれなんですよ。あの、日銀の量的緩和解除、うん。あれやられちゃって。はい。で、福田さんとか麻生さんは、もう日銀がずっともう金融引き締め状態でしたよね。はいえー、民主党政権終わるまではずっと金融が、まあ、あの、あれですよ。ええ、あの人、福井総裁と、それから白川総裁によって、もうずっと引き締め気味の金融政策が行われたので、いくら財政で大盤振る舞いしても効かなかったと。で、それは日本が変動相場制の国であって、金融政策の方が圧倒的に効くからなんですよ。えー で、安倍政権になって金融緩和はやりました。これすげえ効きました。はい、た財政が途中まで良かったのに急に引き締めになって少し足踏みしてたんですよね。はい、で、この先金融も財政も引き締めっていうのを政策を取るとなると、これかなり厳しいなと。いうふうに私は思いますよ。えー、はい短命で終わっちゃうと思いますね。はい。はい、え、ジョさんにはこの後も引き続きお話を伺います。 今朝のコメンテーターは経済評論家、常年つかささんです。常年さん、改めて今年もどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さて、常年さん、お正月の風物詩と言いますと、はい、箱根駅伝。そうですね。ね、明日 2>、はいあ、2日の朝8時、いよいよスタートですよね。はい、えー、往復ですからね、あれね。はい、箱根駅伝は。で、今年あの、4連覇目指す青山学院大学、はい、去年10月の出雲駅伝で圧勝した東海大学、はい、そして11月の全日本大学駅伝で、 20年ぶりの優勝を果たした神奈川大学。このあたり、青山、東海、神奈川。あたりがその優勝候補として名前が挙がっているところなんですけどなんかちょっと、どっかの大学忘れてませんかえ、どこですかねいや、もちろん、あの、私と寺島さんの母校のあの大学ですあの大学。中央大学。中央大学。中央大学どうなってるんだ2年ぶりの出場。いやー、もうね、予選から落ちましたからね、去年は。ね本当にがっかりしましたけどでも。あの 今回、また見事に復活しまして、中央大学もね、中央大学といえばね、駅伝最多優勝校かな。6連覇ですよね。前人未党の6連覇やってますけれども、今年はとりあえず、シード権獲得す。そうですね。なんとか10位に入って位。ただね、これ、箱根駅伝そのものは、ちょっといろいろ賛否両論ありまして、ここで燃え尽きちゃうので、日本の男子陸上は、あまりよろしくないのではないかと。マラソンだとかね。そう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 。で、これね、あの、たすきをつなぐっていうことで、集団競技になってるので、体調悪くても 無理やり出ちゃったりするんですよね。それが選手生命にすごく悪い影響を与えたりしてるんじゃないかというふうに言われているので、非常に複雑な気持ちではありますけどね。ありますけど、でもない、ちょ、やるからには勝たねえとな、みたいな。これがいけないんですよ。あ、そうか、そうか。これがいけないですよね。ちょっと考えないと。あの、やっぱ体調面とか結構やっぱね、ルールしっかりして、体調悪い選手出さないということで、ね、あの、ま、勝ち負けあるんですけど、母校の面もかかってるけど、やっぱりね、日本あっての母校だと思うんで、日本陸上やっぱ強くなること にね。はい、こうプラスになるようなことじゃないと意味がないかなと。と、えー、まあ、だってこんなになってあれですよ。あのね、あの、うん、世界国際レベルのそのマラソンあるじゃないですか？えー、国際大会あるじゃないですか？はい、国際大会並みの中継入りますからね。そうですよね。 でしょ大学生でこんなんないですもんね、普通は。ね私弁論部でしたけど、そんな箱根駅伝みたいななかったですよ。ねえ。まあなかったとか言いつつね、実はちょっと、あの、ちょうど僕らの頃バブルでね、あの、結構私、実は学生の頃からテレビ出てまして。あ、そうだったんですかはい。この間ね、まあ実はあの、あるネット番組で、あの、猪瀬直樹さんと、え共演させていただいたんですけど、実は私、猪瀬さんと共演したのはね、20、 一歳かな ?21 か22の時に、タワラ総一郎さんがね、あの、BS でなんか学生と討論する番組を年に一回やってて。それでもうテレビ出演をしてたんですね、若い頃。そうですね。その前にもね、あの、そう、もが、だって大学1年生の時に、あの、自殺学会に入ったんですけど、えっと、当時の先輩だったですね、あの、佐藤栄治さんという方と岩木さんという方がね、あの、ザ・ディベートっていう、あの、国本慎一郎さんがやってた番組で優勝されてたりとか、結構なんか、あの、そういう感じでは出てたんですよね。注目はされてなかったんですけど、変な大学生だったんで、当時バブルでみんな浮かれてるのに、 我々はなんかほら、政治に関心があったりして、学ラン来て街頭演説やったりとか、あ、こんなことやってたでしょ。そういうのに出たりとかね。僕の友達の小池くんもなんか、あの、紅派ということで、笑っていいとも出たりとか。いろんなところに、そうそう、出たんですね。そうそう、評判が悪いことで有名な宮崎武志くんってね、あの、民進党の議員で今落選してますけど、確か宮崎くんと小池くんが二人で、確か笑っていいとも出たのかな。なんかまあ、そんないっぱいありました、そういうの。ネタでね、やってましたけどね。その頃から、まあ、こんな活動してて、まさか今ね、ラジオで レギュラー持たせていただけると、いつも文句ばっか言ってますけどね。文化放送の上層部の方ね。寺島さんはいつおろしるですけど、私の、命。全国流れてますから。私の命だけはぜひ。命させていただいて。やめてください、そんな。熊本人とで自分だけ救命ボートに乗ろうとする人みたいなね、感じになってますけどね。はい。ええ、今年はそれはやめていただきます。箱根駅伝ぜひ頑張ってもらってそうですね。いろんなドラマがあるでしょうからね。はい。さあ、それではですね、今朝、常年さんにお話いただくテーマ、こちらです。 米朝開戦か和平実現か北朝鮮情勢の展望。 アメリカと北朝鮮の緊張状態が続く中、アメリカと北朝鮮によるこの戦争ですね、えー、アメリカと北朝鮮、米朝戦争がいつ始まるのか、まあ、その時期や、開戦の可能性を週刊誌などは予測をしています。まあ、例えばあ、週刊現代です。元外交官で原田武雄国際戦略情報研究所代表の原田氏の、えー、米朝開戦となる確率は100%という、まあ、こういう見方を取り上げています。 週刊現代です。え、アメリカは北朝鮮との努力を重ねてきたが、効果はなかったとした上で、トランプ政権は北朝鮮との交渉は失敗したと判断。今年は唯一残されたオプションである軍事オプションに動くと、原田氏は見ているんですね。この見方、ジョさんいかがですかいや、これね、えー、あの、まあ、あの、原田さんが言ってるってことでかなり遠のいたなとか思うんですけれども。あ、そういうものですよ <laughs>。逆進効果みたいなので、ね、はい。え、まあ、しかも週刊現代ですから、<あ>どうなのかなと思うんですけど、えー あの、私ね、はい、この問題を考えるときに、当初はね、はいえー、結構北朝鮮のことを舐めてまして、はいまあ、こんなん絶対ね、核戦力とか言ってるけど、張ったれだと思ってるわけねえじゃんって思ってたんですけど、途中である方からね、いやでも安全保障を考えるときは、相手が持ってるって言ったら、持ってる前提でやらないとダメなんだよって言われて、なるほどと思って、そっちに傾いてたんです。はい じゃ北朝鮮持ってるって全然考えたら、もうこれは間違いなく戦争ですよね。アメリカにとって脅威になりますから、脅威は排除なんですよ。ところが、え、去年の年末、え、ヤイスイブニングラボでですね、はい。ジョさんがあの、開催してるイベントですね。そうですね、僕が開催してるイベントね、ヤイスイブニングラボで、元あの、海上自衛隊のクレ方面総監だったね、え、伊藤敏之さんに、え、督にお越しいただいて、いろいろ聞いたらね、伊藤さん情報散歩なんですよ、元ともとすごい。 やっぱりね、北朝鮮、核戦力、そんな大したことなさそうなんですよね。でね、これね、まあ私公開情報で言っちゃってるんでいいと思うんですけど、その証拠はね、非常にわかりやすくて、サードってあるでしょミサイル防衛システムあるもの。あれなんで韓国に置いあって日本に置いてないかわかりますいや、どうしてなんですかね。日本には弾飛んでこないからですよ。 ほう。アメリカ軍がそう見積もってるんです。日本にも核攻撃があるっていう前提だったら、当然日本のミサイル防衛もあるんですけど、それだけじゃ多分アメリカは信用しないので、自分でミサイル防衛するんですよ。勝手に基地にね、サード持ち込んで、日本守っちゃうと思うんです。米軍在日米軍基地は攻撃されないように。ところが、アメリカは日本にサード持ち込んでないんですよ。サードって結構高いですしね。ええ。あの高高度迎撃者とか。そう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 。あれを持ってこないということは、もうそんなもん飛んでこないっていうふうにアメリカ軍はどうも見積もってるんじゃないかと。まあというか、見積もってるんですよ。だから持ってきてない。 ええ、で、韓国にも無理やり起きましたよね。はい、サード。ええ、それはその北朝鮮からの攻撃が考えられるからなんです。<う>で考えると、ええ、まあ、その、かなり前提条件が変わってきますよね。ええ、で、去年の年末私は、あの、12月に入ってから土転しました、この予想に関してほうほう結構あるだろうなと。その、ええ、北朝鮮のその、まあ、核攻撃能力がかなり高いっていう前提だったら、ええ、この原田さんのおっしゃるのは。 通りだと思うんですね。制裁も結構いいところまで行ってんで、ええ、この次はもう軍事オプションしかないんですけど、ええ、でも実はそんなに脅威じゃないとなると、はい、そんな脅威じゃないところにアメリカ軍がわざわざ出ていって、犠牲者必ず出ますからね、ええええ、戦闘するかどうかってうと微妙ですよね、ええで。あともう一個伏線がありまして、うん、あの、トランプ大統領からするとね、あの、要は北朝鮮なんていうのは、チャイナの属国だろうと。うん ね、属国なんだからさ、はい、ね、創始国であるチャイナが何とかせえよって言って、ね、要は交渉相手分かってんですよ。はい、あの、金正恩にいくら言っても意味ないんです。うん 習近平にね。お前何とかしろっていう方が早いと。い。うことで、チャイナを交渉相手にして、何とかせえ、何とかせえって、チャイナにプレッシャーをかけると。これ実は米朝対立に見えて、もうすでに米中対立なんだっていう。中国とアメリカ。そうそうそう。あの、習近平という補助線を引くと、大体これ意味わかるんじゃないかなというふうに私は思うんですね。で、考えると、まあ、現時点、まあ、年末年始、まあ、見てて、そんなにまだ脅威は高まってないなと。まあ、ただ一つですね、あえて、まあ、これあの、一応警戒はして奥に越したことはないので、じゃあ、いつ頃が 危険化というのが出てるんですが、はい、米朝戦争の開戦の時期としてですね、一つ言われているのが今月と来月なんですね。はい、今月8日、え金正恩委員長のですね、誕生日。はい、来月8日は、朝鮮人民軍の正規軍の創設70周年。はい、10日は、北朝鮮核保有宣言日。はい、16日は、え金正ョいる総書記のですね、誕生日。まあ、こういう記念日が控えていると、はいはいで。この期間に北 朝鮮が核実験とか核ミサイルの実験をやると、はい、アメリカによる軍事力の行使は避けられないという見方がまああるようなんですがね。あのーえー、可能性はねゼロではないんですよ。はい、あのーえー、どっちかというとない可能性の方が高くて、はい、である可能性もあるんです。まあ二割ぐらいかな。えー、であるとしたらどういうパターンかというとね記念日にドーンみたいなよりは、えー、むしろねあの偶発的な衝突による。 そこからのエスカレーションっていうパターンで、はい、例えばその、ええー、今、脱走兵がね、一、はい、人ずつ来てますけど、はい、あれが例えば5人とか10人とかドーンと来て、はい、で、それで、その、韓国軍隊の銃撃戦が起こると、はい、で、その銃撃戦じゃ済まなくて、もうちょっと、ええー、まあ、火力のあるもので、お互いに反撃し合うみたいなパターンになると、はい、そこからじゃあ爆撃機が出るとか、戦闘機が出るとかなれば、はいはい、まあ、そのまま、あの、米朝開戦、至るでしょうね。はい、その可能性はゼロじゃないですよ。あと、開戦の時期、もう一つの候補がですね、まあ、候補っていうのもね、いかがなものかですけど、 ピョンチャンオリンピックパラリンピックの後のですね、はい、4月頃と言われてるんですね、はいえ。ピョンチャンオリンピック3月18日に閉幕です。まあ、それを待ってですね、アメリカと韓国は大規模な合同軍事演習を予定してるんです。はい、で、これに北朝鮮が猛反発して、はい、ま核実験などを行ったとしたら、はい、まあアメリカ軍が、まあ、その軍事攻撃に踏み切るという見方もあるようなんですね、はい。これもでもででどううしょうかねね、えー、アメリカが、ねはい、あの軍事、えーまあ、攻撃を踏み はい。え、軍事攻撃踏み切る前にね、必ず非戦闘員の退避が行われるんですよ。NEO っていうね、非戦闘員退避命令が出るんですよ。なので、あの、アメリカの在韓米軍の家族がね、あの、韓国にいる状態で、戦争を起こすかどうかってちょっと微妙なんですよね。で、まあ、この平正、あ、間違えた。えっと、ピョンチャン。え、この平正オリンピックなんですけども。なんですが、 あの、実際にね、これ、まあ、その、開催期間に、その、演習を中止せえとか言って、また文インがわけわかんないこと言ってるんですけど、これアメリカの都合ですから、関係なくやるかもしれませんよね。逆に演習をやってるって時は、その、軍が動員されてる状態なんで、いかなる事態にも対処できますから、まあ、そういう点で考えても、うん、これは中止はするのかなむしろしないんじゃないかな中止するとするなら、じゃあお前はどんな条件出せるんだと。ね。エリンギ君君の条件を出したまえってなると思うんですよ。そこで っていうのはねもう一個のまさか。はい。もう一個のまさか。もう核実験中止しますって。はい。言ってくるかもしれない。ええー。現時点で凍結って。はい。うん。で、そのためにね、一応ね、北朝鮮は布石を打ってて、えー、あのー、要は核戦略は完成したって。はい。ええー。完成なんかしてないんですよ。うん。全然完成しないんですけど、完成したって自分で自分のハードル上げたんですよ。はい。 で、上げといて、ね、ええ、高くしといて、いいです。じゃあ、完成したけど、まあ、やめてやるわ、ええ、できてねえのに、最初からね。まあ、完成したってことはもう実験しなくていいってことですよね。まあ、一応そうなんですけどね。ええ、まあ、核弾頭量産大戦入ったって言うんですけど、どんなもん量産するんだと。お前、できてるものは、どんなもんか知ってんぞ、みたいな感じなんですけど、ええ、まあ、そういうことですよ。だから、釣り上げといて落として、まさかの電撃和平っていう可能性も、なきにしもあるす。だから、両方考えておいてもいいですよ。ええええ、まあ、その、米朝戦争を開戦する見込みというのがですね、まあ、見方がある一方で、はい 今年中にですね、2018年中にアメリカと北朝鮮の和平に向けた動きが今までにないほど本格化する可能性も出てきていると。うまあこういう見方もあるんですね。はい、これはどういうことかっていうと、これ週刊ポストに出ていますえ。こちらによると、その転機となるのが今年11月に行われますアメリカの中間選挙。<ー>え大統領再選を狙うトランプ大統領にとってこの中間選挙での勝利は譲れないわけで。うん、この間、補欠選挙負けちゃいましたからね。そうでした、ね。バラママ州でね。はい過去 もう20年ぐらい共和党がずっと勝ってたところに負けちゃいましたからね、えー。で、えーまあ、これまで誰も成し遂げられなかった北朝鮮との和平の実現に向けて何らかのアクションを起こす可能性もあるというふうに見られてるんですね。うんはい、で具体的にはアメリカの独立記念日7月4日です。はい、まあこの前後にですね、トランプ大統領が北朝鮮を訪問して、うん、米朝トップ会談が実現なんという情報も の、ないとは言う。ええ、そうなんですかね。はい。まあ今年アメリカとこの北朝鮮の和平実現という見方、これいかがですまあ可能性ありますけどね。あの、まあ武力行使と同じぐらいの可能性はあるんじゃないですかね。はい。まあただ北朝鮮としては和平したいんですよ。これだけもう釣り上げたんで、自分の値段をね。はい。ただアメリカは納得するかどうかですよね。アメリカとしては、あの、おそらくですね、まあ現状の核武装は認められないので、はい。まあチャイナによるですね、まあその、え、政権、 ええー、まあ、体制は維持してもいいけど、政権は交代制みたいな。はい。で、チャイナの外来政権にした上で、えー、非核化を図ると。はい。いうようなことをやるんじゃないかなぁとは。はい、まあ、それを狙ってるんじゃないかなと思うんですけどね。えー。で、これで和平が実現したとして、うん、じゃあ北朝鮮を核保有国として認めるのかみたいな話、えー、そうですねで。北朝鮮がもし核保有国になったら、はい、あの、韓国と日本の核武装っていうのを考えなきゃいけないですよね。えー。えー、はい。なので、まあ、その、まあ、あの、 北朝鮮の情勢がどうなっても、まあ日米同盟ですよね。まあ日米同盟って言わない方がいいな。コモンディフェンスって言った方がいいのかな。コモンディフェンス。はい。アメリカを中心とするですね、安全保障のアーキテクチャがあるわけですよ、世の中には。で、みんなそこに参加したがってるんですよね。で、韓国もそこには入ってるんですよ。ギャギャ言ってますけど。で、日本も入ってるんですよ。はい。オーストラリアも入ってるし、もうみんな入ってるんですよ。で、サウジアラビアとか入りたいんですよ。それアメリカ持ってる膨大なそのね、ネットワーク。で、情報。でそれからまあ武器ですよね。こういうもの使えるようになりますから。 だからまあそういうのからするとまあこの北朝鮮がですね限定的な核戦力を持ったとしてもまあ基本的にはそれを防ぐため手立て,ていくらでもあるのであんまり心配する必要もないかなと。 いうふうふに思いいいまますけどねはあいずれにしても、ね、こんなあの米朝開戦なんてないことを祈るばかりなんですがねまあ、えー、ない可能性のほが今、高いですけどね、えー、まあただ、エリンギ君がアホなので、えー、変な挑発をするとその誤解からね戦争起こっちゃう可能性があります、えー、まあただ、仮に戦争起こったとしても、えー、大体48時間ぐらいで決着ついちゃいます、ねえー、はい。残念ながらあの金正恩は弱いっていうのは市場コンセンサスです。ははいいそんな感じですかね、はいはい 今朝は経済評論家常年司さんにお話を聞きましたはいエンディングです 今朝のコメンテーターは経済評論家、常年司さんです。常年さん。はい。新年もね。はい。えになりまして。なりましたけどね。もう本当正月モードに帰れないですよ、こんなね。もう仕事させられて。いやー、もう今日から突っ走りましょう、一緒に。突っ走るエネルギーがあればいいんですけどね。もう8割使っちゃいましたからね。大丈夫です。1年の8割を今日全力で、ここで使わせていただいたので。スタート出しュは大成功です。あとで謝罪と賠償を求めて。今年何かをしようっていうね。あの、1年こう過ごそうじゃなくて、こういうイベントが待ってるよってまあ、常年さんほら定期的にやりすい。 ありまらねね定期開催をまあねスケジュール通りこなしていくだけかなと随分あれですよ、常念さん、プライベートになると淡々と、あのね、何周年となあるでしょ、会社の、僕ね、あれ、だめだと思うんです、か私、独立して、ま2001年から独立してみて、でえっと17年目、2018年になりましたからね、17年目なんですけど、10周年とか15周年とかね、やってないんです、一切。 でね、自分からは言わないし、僕ね、誕生日もね、自分からお祝いしないんです、はい、誰かがやってくれるって言ったら乗っかるんですけど、はい、自分から言わない。ええ。 これはね、なんでかというとね、これはね、宗教。来たぞ。宗教。私の宗教で、え、あの、周りがやってくれるんだったらいいんですよ。その、それなりにこう評価してくれる。自分でやってどうすんのだい大体そういうのやるとね、それが天気になっておかしくなるんですよ。本社ビルそうです。本社ビル。立派な本社ビル建てると大体社業が傾くみたいなね。私がかつていた日本長期信用銀行。ね、私がまあね、入ってその後ね、本社ビル建てましたけど、あの、くさみ型のビルを日比谷公園建てて、あれから4年後に破綻したんですよね。4年半かな。はい。で、あのビル自体もあまりにもこう、誰もテナント入んなくて、その後、解体されてなくなっちゃいましたね そうです、そうです、だからね、これ、気をつけた方がいいんですよ、変にも記念とかやらない方がいいと思ってるので、1年の抱負とかもなるべく言わないようにして、変に約束すると、それに拘束されるので、来たものを受けるだけですみたいなあのね逆にパターンとしては、言っちゃったからやるしかないって人もいるけどね、そうなんですよ、そうなんですよ、だからもう山本五十六みたいになってるわけですよ、1年や2年は暴れてみせるそれ、何の意味があるんだと、戦争を勝てる意味ねえだろうみたいなね、そういうことですさて、あの世の中のイベントとしては、ですね明日明後日箱根駅伝がありますよね、あとはもう2月すぐなんですけど、1か月ほどでピョンチャンオリンピック、東京オリンピックが始ま 平正がこのピョンチャンオリンピック・パラリンピックが来月の2月9日開幕ですからもうすぐですねそうなんですよあと1ヶ月ほどで開幕となりますでこのピョンチャンオリンピックの目標のメダルの数っていうのがありまして日本の日本オリンピック委員会はですね複数の金を含む9つとしてますねその候補としてはフィギュアスケート男子羽生結弦選手と宇野昌磨選手スピードスケート小平奈緒選手絶好調ですからね今ねあとノルディックスキージャンプ女子の高梨沙羅選手ああ ね、この人もすごいですからね、はい、あとノルディックスキー複合男子の渡部暁斗選手らを挙げているということなんですね。 こううい始まる前にね、こうやって期待持てますとか言って、プレッシャーかけるのはね、いかがなもんかと思ってますので、私はね、もうゼロだと思ってます、多分そんな活躍できないんじゃないかと思ってて、活躍したら嬉しいじゃないですか、ね危機管に上悪い方言っておいてもいいので、これはもう、ない、オリンピックはもうだめだって思ってるぐらいでちょうどいいと思ってます、その方が取れるんじゃないかなみたいな、これ、すみません、もう全く主観なんですよいやいやいんでも今のジョネスさんの話聞いてね、東京オリンピック、トリノオリンピックってありましたたありましね荒川静香さんだけが取ったって金メダル。 あれもだから全然取れなくてねそうですねやばかったですよねそうイナバウアで金メダル取りましたけどねあれ唯一だったんですよね期待してほらなんかスポッツ新聞とか売らんかなでねそうやってもうこれが期待的ありができるといかがなもんかと思うんですよねさてそのぴょんちゃんオリンピックパラリンピックめぐってはですねチケットが売れてないとかねホテルの予約が埋まってないとかまあ開幕まであと一ヶ月ちょっとなのにあまり盛り上がってないということも指摘されてるんですけどもね戦争間近みたいな煽りがねずっとありますからねあとはそのスタジアムの椅子なんですけど 嵐のところに仮設,で仮設っていうのもそのなんかあれですよマンションの大規模修繕の足場みたいなやつで作られててこれなんかもう崩落するんじゃねえかみたいなことがネットで話題になってましたがもしそうだとさ結構やばいんですけどね,ねえ、ええまあ、いずれにしてもあと1か月ちょっとでピョンチャンオリンピック・パラリンピックも開幕ですからなるほどねこの番組でもうできる限り注目してきた、はい、注目わ、はい、かりました私はそんなによくわからないですけども結果に対してリアクションしようかなと思いますはい、はいえー、今朝のコメンテータータは経済評論家 ジョ司ネン、さんでした。ジョネンさん、ありがとうございました。軍事オプションに動くと、原田氏は見ているんですね。この見方、ジョネンさん、いかがですかいや、これね、あの、ま、原田さんが言ってるってことで、かなり遠のいたなとか思うんですけれども。あ、そういうものですよ。逆進効果みたいなのでね。はい。え、ま、しかも週刊現代ですから、どうなのかなと思うんですけど、あの、私ね、この問題を考えるときに、当初はね、え、結構北朝鮮のことを舐めてまして、まあこんなん絶対ね、核戦力とか言ってるけど、はったりだと思ってるわけねえじゃんって思って、 たんですけど、ええ、途中である方からねいやでも安全保障を考えるときは相手が持ってるっつったら持ってる前提でやらないとダメなんだよって言われて、ええ、なるほどと思ってそっちに傾いてたんです、はい、じゃ北朝鮮持ってるって前提考えたらもうこれは間違いなく戦争ですよね、ええ、アメリカにとって脅威になりますから脅威は排除なんですよ、はい、ところが え、去年の年末、え、ヤイスイブニングラボでですね。はい。クレさんがあの、開催しているイベントですね。そうですね。僕が開催しているイベントね、ヤイスイブニングラボで、元あの、海上自衛隊のクレ方面総監だったね。え、伊藤敏之さんに、え、督にお越しいただいて、いろいろ聞いたらね、伊藤さん情報参謀なんですよ、元のすごい。 やっぱりね、北朝鮮、核戦力、そんな大したことなさそうなんですよね。でね、これね、まあ私公開情報で言っちゃってるんでいいと思うんですけど、その証拠はね、非常にわかりやすくて、サードってあるでしょサイル防衛システムあるの。あれなんで韓国に置いてあって日本に置いてないかわかりますいや、どうしてなんですかね。日本には弾飛んでこないからですよ。 ほう。アメリカ軍がそう見積もってるんです。日本にも核攻撃があるっていう前提だったら、当然日本のミサイル防衛もあるんですけど、それだけじゃ多分アメリカは信用しないので、自分でミサイル防衛するんですよ。勝手に基地にね、サード持ち込んで、日本守っちゃうと思うんです。在日米軍基地は攻撃されないように。ところがアメリカは日本にサード持ち込んでないんですよ。サードって結構高いですしね。高高度迎撃システム。ですそうそうそう。あれを持ってこないということは、もうそんなもん飛んでこないっていうふうにアメリカ軍はどうも見積もってるんじゃないかと。まあというか、見積もってるんですよ。だから持ってきてない。 ええ、で、韓国にも無理やり起きましたよね。はい、サード。ええ、それは、その北朝鮮からの攻撃が考えられるからなんです。<う>で考えると、ええ、まあ、その、かなり前提条件が変わってきますよね。ええ、で、去年の年末、私は、あの、12月に入ってから土填しました、この予想に関して。ほうほう結構あるだろうなと。その、北朝鮮の、その、まあ、核攻撃能力がかなり高いっていう前提だったら、この原田さんのおっしゃるのは。ええ 通りだと思うんです制裁も結構いいいとこころまでででで行ってんん、ええ、の次はももう軍事オプションしかないんですけど、ええ、でも実はそんなに脅威じゃないとなると、はい、そんな脅威じゃないところにアメリカ軍がわざわざ出ていって、犠牲者必ず出ますからね、ええええ、戦闘するかどうかって言っ微妙ですよね、ええで。あともう一個伏線がありまして、うん、あの、トランプ大統領からするとね、あの、要は北朝鮮なんていうのは、チャイナの属国だろうと。うん ね、属国なんだからさ、はい、でもね、創始国であるチャイナが何とかせえよって言って、ね、要は交渉相手分かってんですよ。はい、あの、金正恩にいくら言っても意味ないんです。うん 習近平にね。お前何とかしろっていう方が早いと。い。うことで、チャイナを交渉相手にして、何とかせえ、何とかせえって、チャイナにプレッシャーをかけると。これ実は米朝対立に見えて、もうすでに米中対立なんだっていう。中国とアメリカ。そうそうそう。あの、習近平という補助線を引くと、大体これ意味わかるんじゃないかな、というふうに私は思うんですね。で、考えると、まあ、現時点、まあ、年末年始、まあ、見てて、そんなにまだ脅威は高まってないなと。まあ、ただ一つですね、あえて、まあ、これあの、一応警戒はして奥に越したことはないので、じゃあ、いつ頃が 危険かというのが出てるんですが、はい、米朝戦争の開戦の時期としてです、ね、一つ言われているのが、今月と来月なんですね、はい、今月8日、えム・ジョ委員長のです、ね、誕生日、はい、来月8日は朝鮮人民軍の正規軍の創設70周年、はい、10日は北朝鮮核保有宣言日、はい、16日はえム・ジョンイ総書記のです、ね、誕生日、まあ、こういう記念日が控えていると。 朝鮮が核核実実験験ととか核ミサイルの実験をやると、はい、アメリカによる軍事力の行使は避けられないという見方がまあ,あるようなんですがね。あのー、えー、可能性はね、ゼロではないんですよ。はい、あのー、えー、どっちかというとない可能性の方が高くて、はい、で、ある可能性もあるんです。まあ、2割ぐらいかな。えー、で、あるとしたらどういうパターンかというとね、記念日にドーンみたいな余裕は、えー、むしろね、あの、偶発的な衝突による、 そこからのエスカレーションというパターンで、はい、例えばその、えー、今脱走兵がね、一、はい、人ずつ来てますけど、はい、あれが例えば5人とか10人とかドーンと来て、はいはい で、それで、その、韓国軍隊で銃撃戦が起こると。その銃撃戦じゃ済まなくて、もうちょっと、ええ、まあ、火力のあるもので、お互いに反撃し合うみたいなパターンになると、そこからじゃ爆撃機が出るとか、戦闘機が出るとかなれば、まあ、そのまま、あの、米朝開戦、至るでしょうね。その可能性はゼロじゃないですよ。あと、開戦の時期、もう一つの候補がですね、まあ、候補っていうのもね、いかがなものかですけど、ピョンチャンオリンピック・パラリンピックの後のですね、4月頃と言われてるんですね、ピョンチャンオリンピック3月18日に閉幕です。 まあ、それを待ってですね、アメリカと韓国は大規模な合同軍事演習を予定してるんです。で、これに北朝鮮が猛反発して、核実験などを行ったとしたら、まあ、アメリカ軍が、まあ、その、軍事攻撃に踏み切るという見方もあるようなんですよね。これもでもどうでしょうかね。アメリカがね、あの、軍事、ええ、まあ、攻撃を踏み切る。はい。軍事攻撃踏み切る前にね、必ず非戦闘員の退避が行われるんです NEO っていうね、非戦闘員退避命令が出るんですよ。 なので、あの、アメリカの在韓米軍の家族がね、あの、韓国にいる状態で、戦争を起こすかどうかってちょっと微妙なんですよね。で、まあ、この平らあ、間違えた。えっと、ぴょんぴょんこのオリンピックなんですけどなんですが、あの、実際にね、これ、まあ、その、開催期間にその、演習を中止せとか言って、またムンジェインがわけわかんないことを言ってるんですけど、これアメリカの都合ですから、関係なくやるかもしれませんよね。逆に演習をやってるって時は、その、軍が動員されてる状態 ななんででいかかる事態にも対処できますから、うん、まあそういう点で考えても、うん、これは中止はするのかなか<ー>むしろしないんじゃないかな、えー、で中止するとするなら、はい、じゃあお前はどんな条件出せるんだとはい。ね。えー、エリンギくん、君の条件を出したまえってなると思うんですよ、はいえーで。そこでね、あるのはね、もう一個のまさか。はい。もう一個のまさか。えー、もう核実験中止しますはい言ってくるかもしれませ、はいえー、現時点で凍結って。 はい、うん。で、そのために、ね、一応ね、北朝鮮は布石を打ってて、えー、あのー、要は、核戦略は完成した。はい。ええー。完成なんかしてないんですよ。うん、全然完成してないんですけど、完成したって自分で自分のハードル上げたんですよ。はい。 で、上げといて、ね、ええ、高くしといて、いいです。じゃあ、完成したけど、まあ、やめてやるわ、ええ、できてねえのに、最初からね。まあ、完成したってことはもう実験しなくていいってことですよね。まあ、一応そうなんですけどね。ねまあ、核弾頭量産大戦入ったっていうんですけど、ええ、どんなもん量産するんだとお前、できてるものは、どんなもんか知ってんぞ、みたいな感じなんですけど、ええ、まあ、そういうことですよ。だから、釣り上げといて、落として、まさかの電撃和平っていう可能性も、なきにしもあるす。だから、両方考えておいてもいいですよ。ええええ、まあ、その、米朝戦争を開戦する見込みというのがですね、まあ、見方がある一方で、はい 今年中にですね、2018年中に、アメリカと北朝鮮の和平に向けた動きが、今までにないほど本格化する可能性も出てきていると。うまあこういう見方もあるんですね。はい、これはどういうことかっていうと、これ、週刊ポストに出ていますえ。こちらによると、その転機となるのが、今年11月に行われます、アメリカの中間選挙。<ー>え大統領再選を狙うトランプ大統領にとって、この中間選挙での勝利は譲れないわけで。うん、この間、補欠選挙負けちゃいましたからね。アラママ州でね。はい過去 20年ぐらい共和党がずっと勝ってるところに負けちゃいましたね。えー。で、えー、まあ、これまで誰も成し遂げられなかった北朝鮮との和平の実現に向けて何らかのアクションを起こす可能性もあるというふうに見られてるんですね。うんはい、で具体的にはアメリカの独立記念日7月4日です。はい、ま、この前後にですね、トランプ大統領が北朝鮮を訪問して、うん、米朝トップ会談が実現なんという情報も の、ないとは言えー、ないな、ね。そうなんですかね。ええー、はい、まあ今年アメリカとこの北朝鮮の和平ですよね。 でも結局、あの、今年度の補正もしょぼかったのでまあそういうことだと、ちょっとブレーキがかかる可能性はあります。はい。まあただ、黒田路線が続いてれば、1万円割れっていうのはないと思ですね。はい。さあ、お待たせいたしました。ここからがエコノミストの浜のりこさんのお話ですね。浜のりさんはですね、いや違いますよ。えー。魔界からも死者。2009年から毎年エコノミストの高橋常泉さんとの協調で、経済予測本というのを出していたんですね。はい。ただ、2017年はこれ、 そうなんです。発売されなかった年はね、2007年のリーマンショックの時だったんで、非常に恐ろ、恐れられてたんですよ、これね。で、この、あの、毎年恒例の経済予測本が出ていないことが、ジョーさんはじめですね、一部の方を不安にさせていたんですが、さそれではですね、2018年の経済予測本が発売されるのかというと、えまだこのリリースの情報は出てませんね。そなですか。え、その代わりといってのは何なんですが、浜さんですね、え、去年の大晦日に新書出してます。タイトルは、 これでも安倍と親中しますか国民の9割を不幸にする安倍政治の落第通信おっしゃーよっしゃじゃないですよ。<laughs> よっしゃ来た <laughs> いやいや。で、えー、これどうですか、常連さん一応、ね、経済予測本と捉えていいんですか一応その逆進ウォッチャーの私から、あの、はい、これカウントできるかどうかって問題ですよね。そうです。去年ね、佐高誠さんと、アベノミクスディスルイ本を出してるんですよ。で、これがその高橋常泉さんとの本との代わりになるかどうかっていうことで、はい、この一応まあ、あの逆進ウォッチャーの間で議論があったんですね。えー <laughs> これを認定していいのかな <laughs>、はい。<laughs> で、結果的には、これ認定して良かったっていうことですよね。ね。で、私はこれ、カウントできるんじゃないかなとか思ってたんですけど、足立さん、足立誠司さんね。この番組のおなじみ。足立さんならかなり慎重で、いや、これはちょっとカウントできないと。やっぱり高橋常泉と一緒に、東洋経済で、もう世界経済、もう30回全滅みたいな、そういうタイトルの本、驚々しいタイトルの本出さないとこれ、条件当てはまんないんじゃないかって言ってたんですけど、だいぶちょっとなんか、あの、ね、天井界でも条件が甘くなったみたいで、佐々さなさんとのその、アホのミクスなんとかみたいなやつで、あれ でまあ一応。 去年の日本経済救われてるわけですよ。はい。で、今回ソロですよね。はい。ソロ。そうですね、ソロです。ソロアルバム。ソロアルバムなんですけど、まあ、あの、去年の緩み方からすると、これはカウントしてもいいんじゃないかなと、私は思うので、まあ、一応その背後には日銀人事がね、まあ、とりあえず大丈夫だっていうこともあるんですけど、当然ね、具体的には言っとくと、まあ、これ、あの、ソロアルバムですけど、私の中では、え逆進ウォッチャー常年の中では、これはカウントです。カウントですね。逆進ウォッチャーの中でいろんな議論があるので、まあ、この中また、あの、評議会を開いてですね。 そういうのがあるんですねい,いろんな、まあ、ええ、あの、反対意見も当然あると思うんですが、私はこれは今年はカウントしたいなと。はい、まあ、去年の佐タカさんとの本がね、あのね、まあ、新しいペアですよね。はい、高橋常世がずっとやってきたのを、ね,ええ、ね、もうピンクレディーのミーとケイがね、はい、ミーちゃんを変えちゃったみたいな。おー、わかりやすい。ね、そんな感じですよね。はいはい、で、今度はソロですよ。ソロデビューなんですけど、はいええ、いけるんじゃないかなと。 ジャスティン・ビーバーみたいな感じで行くんじゃないかブレイクしちゃうんじゃないかそんなブレイクします。行くんじゃで、ま、おしまいに、ジョーネさん、この今年です、2018年の日本経済って、これどうなるとそうですね、正直ね、わかりません。いや、ま、ぶっちゃけで言うと、え、金融政策はおそらく大丈夫そうです。問題は財政政策ですよ。 で、え、2019年に消費税増税がね、来年ですよ。予定されてるので、まあ、これがやるやる言うてると、多分年末ね、悪い形でプレッシャーかかってきちゃうと思うんですよね。だそこを、だから、まあ、政治の世界ですけど、まあ、どうやってこの増税を凍結、ね、していくかと。いうことが、まあ、あの、年の後半、まあ、下手すると来年まで引っ張っちゃうのかな。うん。これがなんとかならない限りは、その、いくら日銀がアクセルを吹かしてもですね、まあ、ある一定のところで天井を迎えてしまいそうな、そんな気がしないでも。 ないんですよね。は,い、はい。そんな感じでございます。はい。以上、ニュース目玉焼きでした。おはようテラちゃん活動中、今朝のコメンテーターは経済評論家、常年司ささんです。この時間、常年さんにお話しいただくテーマ、こちら。自民党総裁選の行方。 え、政治に関する今年2018年の大きなイベントと言いますと、9月に行われる自民党の総裁選です。安倍総理、この総裁選で参戦されますと、任期は2021年9月まで伸びます。まあ、その一方で、参戦断念して、え、総裁選に出馬しない可能性があるという見方もないことはないんですね。まあ、ただこれは、例えば、だだととかかススキャンダルだとか政策のミスまあこれが立て続けにに起きた場合で総裁選に出馬しないあ 性これどうなのかということなんですが、この体調スキャンダル政策ミスがポンポンポンと来るっていうのは、まあそうそうないんでしょうからないでしょうね。ない,と考えてもい,いんでしょうそうですね。えー、まああるとすると、またマスコミによるフェイクニュースですかね。はい、まあ、加計学園、それからあの森友学園。これ、えー、加計学園に至ってはね、あんなもん営業妨害ですよ。はい 多分ね、名誉毀損とかで訴えられると思いますよ。<ー>特に池上明さん注意した方がいいですね。<ー>12月12日の TBS の番組で巨大フェイクニュースぶっ込んでしまいましたんで、<ー>かけが県に関してはもう完全な営業妨害になってますから、あれは多分きちんと謝罪しないと、あのまずいと思います。ですはい。えー、で、あの、BPO はね、あの、ニュース女子について、なんか偉そうな、えー、重大な放送倫理違反なんだかんでやってましたけど、同じ基準で、あそこで、まあえー、提示された同じ基準で池上さんの番組を判断するなら、はい、100%これ、はい、重大な、<ー>えー、倫理放送倫理 違反だというふうに思うんで、これちゃんと平等にこれ審議しなかったら、この B. P. O. も問われますよね。はい。てなことが、ほとんどその放送倫理違反みたいなことを、全局でやりまくって、盛りかけ盛りかけ盛りかけやって。まあ、それであの程度ですから。多分、あの、まあ、そういう政策ミススキャンダル、体調不良。ないので、まあ、難しいでしょうね。安倍さん、引きずり下ろすのはね。はい。今のところ、ポスト安倍の候補として、名前が挙がっているのが、岸田文雄政調会長。あと、石破茂元幹事長。岸田。 岸さんはですね去年8月の内閣改造と党の役員人事で自らが求めて党三役の政調会長につきました、えー、内閣の外に出たということなんですねで今年ポスト安倍に向けて本格指導するとも見られています、はいえー、岸田政調会長9月の総裁選出馬するのかどうかですね 出るんですかね、えー、ただ、岸田さん、私は期待をしていた部分もあったんですが、えー、やっぱりこの人はなんか政治家というよりも、もう役人みたいになっちゃってますね。えー、言ってることも役人と変わんないし、それから経済政策に至ってはもう財務省の、えー、原稿そのまま読んでるみたいな感じですよ。だからまあ、あのー、何かやりたいことがあるのか、 よくわからないです。はい。はい。ただ、小渕さんみたいに、えー、もう冷めたピザと言われてなったら、なったらすごい変わった人もいるので、はい、まあ一概には言えないですけど、うん、現時点では岸田さんはちょっとポスト安倍としてはどうなのと。もう一人のポスト安倍候補が石破茂元幹事長え、誰ですかえ,え、石破茂元幹事長です。え,え,え、石破氏はですねえ、去年12月21日に行われた派閥の納会で、来年は責任を果たす年にしたいなどと話して、自民党総裁選への の出馬に改めて意欲を示しました。まあ、党内では求心力がないと言われている。石破さんが出馬したとしても、総裁に選ばれるのは難しいのか。ただ、えー、党員からは人気が以前前回はありましたよね。まあ、ただね。芝茂さんっていうのは、はい、その演技が上手なんで<ー>ね。あの、ええ、国民のためを思ってるかのようにね。すぐ向きになってこう言うでしょ。うん、あれ、ほんと上手だと思うんですけど、ええ、残念ながら言ってることは矛盾しまくってて<ー>で特にね。この人、ええ、地方切り捨てなんですよ。 はい。えー、あの、地方創生担当大臣やってたくせに、はいえー、地方を切り捨ているようなことをバンバン言ってます。えー、その最たるもんがね、増税しろって言ってるんですよ。うん、増税っていうのは地方切り捨てですよ。これは証拠があります。はいうん えー、2013年の消費を100とした場合、はいはい、2016年のファンドなどの長期投資家へと様変わりしたと。で、しかもですね、彼らは日銀の政策に投資しているのではない。日本企業が本格的に業績を伸ばしていくと期待して、中長期的な視点から日本株を買っているということなんですね。なるほど。で、これからは世界中の国家ファンドや年金ファンドがさらに日本株への買いを加速させるので、日本株は安定して株高を 維持できる環境が整うこういうふうに示しましてその上でイエスパーコールさんはですね私は2018年の6月には日経平均株価は3万円に到達するとそういうふうに指摘をしておりますえ今年の6月日経平均株価3万円ジョンネスさんこの予測いかがでしょういやあのね日銀の政策でね企業の業績が良くなってでそれが長期的に安定して良くなりそうだからまあいろんなこうヘッジファンドとかですね国家ファンドそう のが日本株の、まあ、え、割合を増やしていくと。い。うところは結構なんですけど、それが3万円とどう繋がってるかが全く説明されてないので、え、なんで3万円なのと。で、そういう人たちがたくさん買うけど、でも裏でたくさん売る人もいたりするとあんまり変わんなかったりもしますしね。それから、あの、やっぱりね、あの、イエスパーコールさんはね、ちょっと金融政策を軽視しすぎですよね。やっぱりあの、今の、その金融緩和が、 え、目標達成までね、しっかり続くと。はい、まあできればその、まあ、加速していくみたいな感じだとね、<ー>株価はま、上がりやすいと思うんですけれども、えー、ま、まかり間違ってですよ。まあ、この後ニュースでも取り上げますけどね。はい。まかり間違って安倍政権が終わっちゃったりとか。はい。か変な奴が総理大臣になっちゃう。 変なやつってね、例えばね、あの、石橋茂とか、他にもね、あとね、石橋茂とかね、あと石橋茂とか。石橋さんしかいないん石橋茂みたいな、ね、そういうなんかちょっと経済政策も、とんちんかんな人が、そういう大事になっちゃったりすると、このイエスパーさんが言ってる前提ですよね。日銀の政策っていうものに、こう、揺らぎが生じる可能性があると。そうなるとね、あの、そう簡単には3万円超えとはならないと思いますね。今3万で常年さんにお話をいただいたんですが、ちょっと次がね、紹介しづらくなっちゃど。ああ、そうですか。 続いていきますね。2018年、日経平均4万円の通貨点に過ぎないという予測す4万円の通貨点ですかあ、そう。4万円行くとは言ってないですから。通貨点ですかそうか。4万円の通貨点に過ぎないというね。この予測をしたのはこの番組にもゲストでお越しいただきました。武者リサーチ代表の武者良治さんです。神の声ですね。武者さん天から今聞こえてきました。こう指摘してますからね。現在のの日日本株は経平均がバブル期最高値円 からバブル後のですね最安値7054円まで下落した分のやっと半値を戻したに過ぎない、うん、これからはそのバブル期の史上最高値を更新するシナリオに入っていくことになるんだ、うん ねえ。なるほど。その上で、武者さんはですね、株価はここから3万円、そして4万円へと上っていくという長期上昇トレンドに突入した、と分析をしております。武者さんのシナリオ通りですね、3万円を変えて3万5千円、4万円へと進んでいくのかどうかなんですが、ジョネさんいかがでしょうすごいですね。いや、すごいですね。微笑んでらっしゃいますね。微笑んお聞きしたいでも武者さんのレポートはですね。私は読んでますであの こいや、もう納得することしか書いてないですよ。はあ、もう本当に長期的にはそうだなと思うんですけど、<laughs> この出るタイミングが毎回問題なんですよ。<laughs> はあはあ、タイミングがね、ええ、こういうこと言った瞬間ちょっと株価でいつもね、波乱が起きてしまうので、まあどうなのかなと。でね、この半値戻しは全値戻しっていうのはね、相場格言なんですよ。大暴落して、ね、ええ、半値戻すとね、大体ね、全値戻しすると言われてるんですけど、ええ、まあただその、 あの、なんて言うんですかそれはまあ、あくまでも相場格言であって、えー、保証された法則では。 ないですからね。で、どっからどこまでの半値戻しと見るかっていうのは、これはほら、あの、超能力のね、あの、判定と同じで、あの、3回連続で、あの、サイコロで6を出しましたっていう人がいるとするじゃないですか。でもその人が1万回サイコロ投げてたとして、たまたま3回出た時のやつを取ってる可能性もあるじゃん。だからこの、何値戻しは何値戻しって結構ね、危ういんですよ。そういう意味では。あんまりその半根戻しを根拠するのもいかがなものかと思いますね。それから、その、ま、いくらってなかなか難しいですよね。はい。 日経経験いくらって難しいです。あと、まあ一応海外環境もありますからね。海外の影響、短期的にはそういうの影響もあるので、まあなかなかちょっとその辺はね、いくらって難しいと思うんですよね。少なくとも私はですね、まあこれ最後も私も詳しくは言いますけど、私は安倍政権がまあ東京オリンピック終わるまでは続きそうなので、その間は大丈夫かなと思います。大丈夫かなっていうのは大丈夫っていうことで、そんなには下がんねえだろうなぐらいの、ぐらいのかなり慎重な見方をしてますよね。そうですか。はい。続いてはですね、週刊ポストの記事です。 見出しには、株価4万円か1万円割れ大暴落かと書かれています。<laughs> 間,は間, <laughs> 間はねえのか、週刊ポスト間はねえのか。左右かなり触れてますね。はい、え記事ではさらに東京オリンピックなど景気上昇要因が控える中では、株価4万円という道筋も見えてくる。<laughs> これ適当に書いたんじゃないですか、これ <laughs>。待ってください。大丈夫なんですか、これ。週刊ポスト。はい、記事読みますと、今年の日本経済には2回大きな分かれ道が待ち受けている。うん、え一つは4月の日銀総裁人事。うん、もう一つは 6月にまとめられる、経済財政に関する基本方針、骨太の方針、だというふうに出てるんですね。まともまとも。ね。だから4月と6月、ここに2回、大きな分かれ道があると。これ踏まえた上で、今年の予測しているのが、マーケットバンク代表の岡山健二さんという人なんですね。日銀総裁人事で黒田路線が続き、骨太の方針で成長戦略に乗れば、株価3万円を目指す展開になるとコメントしてるんですね。まあ、これはその通りですね。 私もそう思います。要はだから、金融政策と財政政策が、拡張的に運用されるなら、株価上がるでしょう。ただし、いくらになるかは分かんないよ、というだけの話ですこの、えっと、岡山さんは3万円を目指す展開になるそうですね。日銀総裁人事で黒田路線が続き、なおかつ、まあ、骨太の星で、要は財政政策ですよね。財政政策で、まあ、成長戦略、ね、これがまあ、加速されればという、二つの条件をクリアしたらということで、足られば二回なので、果たして価値があるかどうか。ああ、そうか。 はい。えー、さあ、そして一方で、週刊ポストですね。まあ、先ほどは、だから、株価3万円を目指す方向に行くんじゃないかという、え話でしたが。はいはい、え一方ではですね、株価1万円割れの可能性というのを指摘してまして、これはどういうことかというと、黒田路線が転換されて、成長戦略も期待外れに終わると、外国人投資家たちはオリンピック前の景気がいいうちに売っちゃえと、はい、え失望売りが連鎖して株価1万円割れのデフレ時代に逆戻り、はい、この可能性があると締めくくっているんですね。 これはね、あの、去年の10月の選挙で、あの、安倍政権がですね、もしその選挙に敗れていたら、このシナリオあり得た。あり得た。んで、すで私はあの時これを経過したんです。で、最悪それが起こったら日本経済1年で終わりだなって思って、身構えてたんですけど、あの選挙で勝ったので、さすがにこれはないと思います。ただ問題はね、黒田路線が転換されてはすげえ問題ですよ。これはもう転換されたらアウトです。で、まあ、これを転換される、転換される可能性はまあ、短期的にはないだろうと思います。で、その成長戦略も期待 期待れ財政政策が、そのね、ええ、まあ、ボリュームとして十分な量が出なければっていうです。で、あの、今年、今年度っていうか来年度か。来年度予算案出ましたけど、正直しょぼいんです。97兆円でね。それなんかもう、くれてね、借金が形成でいいとか言って NHK とかフェイクニュース流してましたけど、違うんですよ。もう120兆ぐらいの予算組んでよかったんですよ、本当は。それは大盤振る舞いできなかったので、その後補正で大盤振る舞いすると思うんですけど。 2018年1月1日月曜日6時になりましたおはようございます寺島直政です 今朝のコメンテーターは経済評論家、常年司ささんです。常年さん、明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。今年もよろしくお願いします。1月1日ですね。そうですよ。いや、年内ね、まあ、去年の年内最後の放送が、12月25日クリスマスだったわけですよ。そうです世間はクリスマス、私たちは朝から仕事。今年最初の放送が、1月1日はい。舐めてんだろいや、舐めてない。最初にいいでしょ。もう、霧のいいスタートですよ。だって、 いきなりもうだって今年の初めから仕事ですよ正月はねまあ例えば大晦日はね実家で例えばまああれですよ紅白見るとか格闘技見るとかねまあぬくぬくとねまあ休む日じゃないですかまあね今年1年も終わるねなんてねそれをもう正月早々このパワハラ奴隷労働ですよいいスタートを出すでしょこれは徴用工問題ですよこれフェイク映画作りますよこれでなかこういう浜松町っていうフェイク映画作りますよこれこんなナイスなスタートないですよ いやもうこれは、なんなんですか、もうことし1年、もう2018年、勝ったも同然ですよ、いやいやいや、2018年のモチベーションの8割を1月1日に使い切るみたいなね、ええ、残り12か月20、20%で過ごさなきゃいけないみたいな、薄めて薄めて、12割2ですから、ね、ごめんなさい、20割12ですから、1か月あたり1%、2%ないですよ、1.5%ぐらいで過ごさなきゃいけないですよこれ、こ なないいじゃもうだってスタートダッシュがいいからいやいや、スタートダッシュでエネルギー切みたいな風に乗ればいいんですけどいやいや、風、どこ吹いてんですか、風、ジェット気流ですよ、もう、かっこづらいんで、かっジェット気流、吹っ飛ばされてどっか行っちゃう感じでね、もう本当、新年早々、常念さん、2018年、いい年になるでしょいやー、どうなんでしょうね、まあ、あさい先の悪いスタートを切ってるんでね、今ね、この朝の6時の時点でね、いいいやややこれはかなりちょっと、あのね、アンタンたるこのあの未来がね。このの今時間だ 例えばコンビニで働く方もいるし、24時間営業のところだとかね、それこそいつも通りにお仕事してる方も結構いますね正月早々ね、これ、働いてる皆さんはね、ああの正月なんで、お手当とかもいっぱい出てると思うんですけど、頑張ってくださいね、われわれはね、何にもそういう上乗せがない中で、今ね、これをやらされてるわけです年始手当は強制連行されてやらされてますみたいな、私はフェイクニュースを伝えますよ私が今、20万人強制連行されました、各国。 大丈夫な方夢だと思ってください、ね、それはね今朝日新聞が訂正したんで、はい、あの、えー、嘘だと思います。そうですか、はい。朝日新聞が訂正しました。そ、えー、うですでもこの2018年ってのはどういう年にしたいんですか。2018年ですか。えー、まあとりあえず生きていればそれでいいか、えー。えー まずはねまずは生き残ることですよでも去年はいい年だったでしょ去年も何とか生き残りましたねもう本当にね商売やってるんでヒヤヒヤですよもうジムを出しましたけど皆さん来てくれるかなとかね思いながら結果的にはまあんとかねなんとかですよそれでもお客さん来ないとね家賃が結構いいとこ出してるんでね持ち出しになっちゃうしねこれがね事業家の辛いとこですよねサラリーマンほら事業失敗してもとりあえず給料もらえるでしょねね失敗すると往復 ンターですからね。<laughs> そうですよ、もう一昨年なんてね、あれですよ、ブレグジット、見事に読み間違えましてね、そうか、イギリス、イギリス、FX で一晩で300万燃えてしまうというですね、そうだったんですか、大事故を起こしまして、去年はね、結局 FX、足洗いましたよ、なぜか、もうね、エネルギーの7割取られちゃうんですね、気になっちゃって、気になっちゃって、気になっちゃって、仕事が手につかなくなるんで、去年 FX はもうやめました、FX やめますか、人間やめますかみたいな感じで来たんですけどね、そろそろちょっと文化放送もね、やめる時期に来て。 あさ <laughs> いや、もうこんなね、1>, 1月1日からこんな、なんですかいやいや、健康そのものだ。 いやいや、本当にもう、今日ラジオきの方に、夢と希望をプレゼントしてます。もう本当に今日働いてる人みんなやってらんねえなとか思いながらね、やってると思うんですけどね、私もその一人なんでね。もうぜひね、皆さん、そうやってらんねえなという気持ちをね、怒りをね、やる気に変えて。今年一年も頑張って。うやる気に変えて、今日燃え尽きるということで。八割ね。八割燃え尽きても。大丈夫、あと隠す。残りは。残りはもう、ちょっと、だし汁を継ぎ出しながら、薄めて、薄めて。だし汁をちょっと継ぎ出しながらいきます。大丈夫、だしだったら、オッケー。そうなんですか。大丈夫なんです。か 本番ですよわかりました。ちょっと大丈夫。すみません。だし汁買ってきてください。すいません。おせち料理もないんでね。ちょっとだし汁飲みながら。おせち薄いだし汁を飲みながらね。もう本当にね。どういうことだというね。もうね。最低あの健康で文化的な最低限度の生活も送れないぞこれではということで。変な像を持って運動しちうもな。変な像はね結構です。あそうですか。変な像はもうちょっと持ってこないでくださいですね。分かりました。被害者の会が結成されているということなんで。そんなことないですよ。 今日もね、お正月なんでね、ほとんど電車動いてないとや、動いてますよ、それなりに動いてます、だから休日運転でしょ、今日はね、きょはもうね、この文化放送でね、増上寺の遅延証明を配りたいいや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 、近いですけど、増上寺はそういうことはやらないと思います増上寺に怒られますから、もうね、初詣の方、多いいと思ます増上寺の方、クレームは文化放送までお願いでませ私の方では受けてませんので、これ、すべて文化放送の命令で言っています、言わされています、いやいやいや、行き当たりばったりで喋ってます。 <laughs> 2018年もね、こうやって賑やかに。賑やかに。お届けしてまいりたいいま、はいはいはい。エネルギー消耗気味でいきたいと思います。はい、警告灯をつけながらね、ええ、今年も走り切ろうかなと思ってるんで。はい、燃料警告灯をつけっぱなしでいきたい,いぜひともこの2018年もですね、はい、えー、ジョーネさんよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。いいますはい。さあ、それではですね、おはようおてちゃん活動中、今朝も7時までお届けしてまいります。 1>, 1月1日月曜日、今朝のコメンテーターは常年つかささんです。常年さん、改めて今年もどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい。えー、常年さんに話を聞くこのコーナー行きましょう。ニュース目玉焼き。それでは今年初めのニュース目玉焼きテーマはこちらです。2018年株価予測を分析。 え、年末の週刊誌などに掲載された経済学者並びにエコノミストなどによります株価の値動きの予測。まあ、これに関してですね、去年、おととしと常年さんに分析をしていただいたんですね。<laughs> この、はい、常年さんに分析をしていただいたところ、過去2年大好評。はい、あ、本当ですか、えー、ありがとうございます。ですからもうぜひ今年もと。はい、えー、週刊誌などに掲載されたこの経済学者、エコノミストの予測。これを紹介して、常年さんにその予測を分析してもらうという。なるほど。えー、ありがとうございます。はい。はい 人気コーナーナと,いうことでそうです。今年,もです年に一回しかありませんからね。そうですよ。はい、特にですね、紫がキーワードの女性エコノミスト。はい、ええこの方の、はい、発言に関して後半というか、後半す。魔界からのメッセージ。<laughs> 魔界からのメッセージは後半、ね。いや、若いじゃないとは思うんですけども、はい。エクソシストということで、ね。いや、違います、違います。エクソシストは後半行きますので。いきます、ご期待ください。え,え,え、お楽しみに。はい、では、まずですね、週刊現代の記事からです。見出しには、日経平均3万円超えは、6月と書かれていますね。予想したのが、上場投資信託に特化した運用会社、ウィズダムツリージャパンの CEO、イエスパー・コールさんいはい。日本語上手な方ですね。あ、はい。はい、で、日経平均の3万円超えの今 なんですがこれまで日本株を買っていたのは海外のヘッジファンドなどの短期筋だったとで日銀がジャブジャブと指定をするのでえ株価は上がると見て投資をしていたまあそれが今は年金消費がね、えー、100まで戻ってないんです<ー>全体平均でねだいたい97なんですけど、うん、ただねこれ問題でねその90なんてあくまでも全国平均で、はい、人口5万人以下の都市に立ってはね93までしか戻ってないんです 明らかに消費税増税の悪影響を受けるのは地方の、えー方ね、しかも人口の少ない町なんですよ。うんはい、消費税増税は地方を殺しますから。はい。だから、あの、地方創生とかね、真剣に考えてるんだったら、やっぱり柴さんはね、ちょっとどうなのって思いますけどね。えー、はい、はいまあ。そうした中ですね、自民党の小泉進次郎筆頭副幹事長が総裁選に向けて動き出すのではないかという見方もあるんですね。進、えー、次郎氏は去年10月の衆議院選挙で自民党が大勝したにもかかわらず、議席の数ほ 自民党の信頼は回復していないと言いまして、えー、幼児教育無償化の財源問題では、党内でえ議論もしていない、このままだったら自民党は必要ないと、自民党批判もしていると、えー、小泉進次郎氏は石破氏に近いとされているんですけれども、進、まあ、次郎氏のこの出馬の可能性ですが、総裁選、どうなんでしょうね。はい、全くわからないですね、ねこれわかんないです、ね、全くわからないですけど、とりあえず小泉進次郎さんは、農協改革の時はすごいなと、はい、やってくれるだろうなと思って、はい、 てんでですすけど結局ね抵抗勢力が阻まれ何もきずその後ね、え、子供増税とか言い出しましたよね。え、まあ、自称子供保険ですけど、あんな筋割れなプランを言い出して、財務省の言いなりみたいになっていると。で、こんないい政治家をね、もう財務省の使いっぱで、すりつぶしていいのかって、思いますよ。そうするとね、今上がった、そのポスト安倍の候補って、岸田、石場、小泉。小泉。 全部財務省ですよね。そうすると、もう、ポスト安倍っていうのは、全部禁縮なんで、禁縮短命の法則ですよね。大体1年で終わっちゃう可能性ありますね。小泉慎次郎さんがいくら人気あっても、禁縮政策やれば、政権は多分1年ちょっとしか持たないです。だって、第一次安倍内閣から、福田麻生、その後、鳩山菅、野田と、大体1年ぐらいでしょ続いて。そうでしたね。でしょこれは、一貫して禁縮政策だったんです。 あの、安倍さんの時はね、あれなんですよ。あの、日銀の量的緩和解除、うん。あれやられちゃって。はい、で、福田さんとか麻生さんは、もう日銀がずっともう金融引き締め状態でしたよね。はいえー、民主党政権終わるまではずっと金融が、まあ、あの、あれですよ。えあの人、福井総裁と、それから白川総裁がって、もうずっと引き締め気味の金融政策が行われたので、いくら財政で大盤振る舞いしても効かなかったと。で、それは日本が変動相場制の国だって、金融政策の方が圧倒的に効くからなんですよ。 で、安倍政権になって金融緩和はやりました。はい、これすげえ聞きました。えー、だ財政が途中まで良かったのに急に引き締めになって少し足踏みしてたんですよね。はい、で、この先金融も財政も引き締めっていうような政策を取るとなると、これかなり厳しいなというふうに私は思いますよ。短命で終わっちゃうと思いますね。はい。はい、え、ジョさんにはこの後も引き続きお話を伺います。 今朝のコメンテーターは経済評論家、常年司ささんです。常年さん、改めて今年もどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さて、常年さん、お正月の風物詩と言いますと、はい、箱根駅伝。そうですね。ね、明日 2>、はいあ、2日の朝8時、はい、いよいよスタートですよね。はい、えー、往復ですからね、あれね。はい、箱根駅伝は。で、今年あの、4連覇目指す青山学院大学、はい、去年10月の出雲駅伝で圧勝した東海大学、はい、えそして11月の全日本大学駅伝で、 20年ぶりの優勝を果たした神奈川大学。はい。ま、このあたり、青山、東海、神奈川。はい。えあたりがその優勝候補として名前が上がっているところなんですけどねなんかちょっと、どっかの大学忘れてませんかえ、どこですかねいや、もちろんあの、私と寺島さんの母校のあの大学ですあの大学。中央大学。中央大学。中央大学どうなってるんだ ?2 年ぶりの出場。いやもうね、予選から落ちましたからね、去年は。ね。本当にがっかりしましたけども。でも、あの、 今回、また見事に復活しまして、中央大学もね、中央大学といえばね、駅伝最多優勝校かな。6連覇ですよね。前人未到の6連覇やってますけれども、今年はとりあえず、シード権獲得です。そうですね。か、10位に入って位。ただね、これ、箱根駅伝そのものは、ちょっといろいろ賛否両論ありまして、ここで燃え尽きちゃうので、日本の男子陸上は、あまりよろしくないのではないかと。マラソンだとかね。そうそうそう。で、これね、あの、たすきをつなぐっていうことで、集団競技になってるので、体調悪くても、 無理やり出ちゃったりするんですよね。それが選手生命にすごく悪い影響を与えたりしてるんじゃないかというふうに言われているので、非常に複雑な気持ちではありますけどね。ありますけど、でも内調やるからには勝たねえとな、みたいな。これがいけないんですよね。これがいけないですよね。ちょっと考えないと。あの、やっぱ体調面とか結構やっぱね、ルールしっかりして体調悪い選手出さないということで、ね、あの、ま、勝ち負けあるんですけど、母校の面もかかってるけど、やっぱりね、日本あっての母校だと思うんで、日本陸上やっぱ強くなること プラスになななななるようなことととじゃないい意味がかだってこんなにだってあれですよ、あのー、ね、あのー、世界、国際レベルのそのマラソンあるじゃないですか、えー、国際大会あるじゃないですか、はい、国際大会並みの中継入りますからね、ねそうですね。 でしょ大学生でこんなんないですもんね、普通は。ね私弁論部でしたけど、そんな箱根駅伝みたいななかったですよ。ねえ。まあなかったとかいいっすね。実はちょっと、あの、ちょうど僕らの頃バブルでね。あの、結構私、実は学生の頃からテレビ出てまして。あ、そうだったんですかはい。この間ね、まあ実はあの、あるネット番組で、あの、井瀬直樹さんと、え共演させていただいたんですけど、実は私、猪瀬さんと共演したのはね、20、 一歳かな ?21 か22の時に、タワ総一ウさんがね、あの、BS でなんか学生と討論する番組を年に一回やってて。それでもうテレビ出演はしてたんですね、分かりましそうですね。その前にもね、あの、そう、僕はだって大学1年生の時にあの、自達学会に入ったんですけど、えっと、当時の先輩だったですね、あの、佐藤栄治さんという方と岩木さんという方がね、あの、ザ・ディベートっていうあの、栗本慎一郎さんがやってた番組で優勝されてたりとか、結構なんか、あの、そういう感じでは出てたんですよね。注目はされてなかったんですけど、変な大学生だったんで、当時バブルでみんな浮かれてるのに、 我々はなんかほら、政治に関心があったりして、学ラン来て街頭演説やったりとか、あ、こんなことやったでしょ。そういうのに出たりとかね。僕の友達の小池くんもなんか、あの、紅葉ということで、笑っていいとも出たりとか。いろんなところに、あ、そうそう、出たんですね。そうそう、あ、まあ、評判が悪いことで有名な、宮崎武志くんってね、あの、民進党の議員で今落選してますけど、確か宮崎くんと小池くんが二人で、確か笑っていいとも出たのかな。あ、なんかまあ、そんないっぱいありました、そういうのネタでね、やってましたけどね。その頃から、まあ、こんな活動してて、まさか、今ね、 こんなレギュラー持たせていただけるとね。本当にいつも文句ばっかり言ってますけどね。文化放送の上層部の方ね。寺島さんはいつおるらてるんですけど、私の祈全国流れてますから。私の命だけはぜひね。目指す。やめてください。そんな。クマので自分だけ救命ボートに乗ろうとする人みたいなね。感じになってますけどね。はい。え、今年はそれはやめていただきます。箱根駅伝、ぜひ頑張って。そうですね。はい。いろんなドラマがあるでしょうからね。はい。さあ、それではですね。今朝、常念さんにお話しいただくテーマ、こちらです。 米朝改戦か和平実現か北朝鮮情勢の展望。 アメリカと北朝鮮の緊張状態が続く中、アメリカと北朝鮮によるこの戦争ですね、えー、アメリカと北朝鮮、米朝戦争がいつ始まるのか、まあ、その時期や開戦の可能性を週刊誌などは予測をしています。まあ、例えばあ、週刊現代です。元外交官で原田武雄国際戦略情報研究所代表の原田氏の、えー、米朝開戦となる確率は100%という、まあ、こういう見方を取り上げています。 中間現代です。アメリカは北朝鮮との努力を重ねてきたが効果はなかったとした上で、トランプ政権は北朝鮮との交渉は失敗したと判断。今年は唯一残されたオプションで